鶏野菜鶏野菜は石川県地方の鍋料理である。鶏野菜鍋とも呼ばれる。調味味噌である鶏野菜味噌を使用し、鍋に肉や野菜などの身近な食材を入れて食べる家庭料理である。締めにうどんや中華麺を入れることがある。鶏野菜味噌は大豆と米麹から作る味噌を基本とした調味味噌である。鍋に使用する以外にも魚や肉をつけて、 焼き物にするなどの使い方もされている。石川県内のスーパーなどで一般に販売されるほか、通信販売も行われている。製造を販売する松屋によると、北前船の海鮮丼屋を営んでいた松屋初代当主の松屋和平が、厳しい航海を無事に乗り切るためには、戦場で栄養価の高い食事を取らせることが必要不可欠と願い、考案されて作られたと言われている。 なお、当時の北前船公海は長く過酷なことが多く、体を壊す船乗りが多かったと言われている。鳥野菜の鳥は、鶏肉のことではなく、不足しがちな野菜や栄養を、るという意味から来ているという。2015年2月26日に日本テレビ系列で放送されたバラエティ番組、秘密の県民賞によれば、鳥野菜味噌は、鍋の元の元祖であり、 鍋の締めは増水が定番という。2017年夏から漫画家の東村明子を起用したテレビ CM によって認知度が上がった結果、売り上げは前年同月比より2から3割程度増えたという。また、鍋の元の完成度を高めすぎると、特定の食材しか合わないようになるという理由から、どんな食材にも合うようにここ10年ほどの間にも、数回、味を微調整しているという。 なお、滋賀県長浜市の店舗、ビ和子食堂が販売している鶏野菜味噌とは、名前や調味味噌という店舗ソ類似ジしているが、無関係である。同じ石川県の鍋料理である鶏白菜も、鶏野菜と呼ばれることがある。鶏白菜は、鍋に鶏肉と白菜を入れて加熱し、生卵入りの醤油ダレにつけて食べる料理である。2010年に、 石川県庁が公表した地元住民が食べ親しんでいる各市町の地域特産料理では、河北市の地域特産料理として、鶏野菜と鶏白菜が双方とも挙げられている。気分、鍋白書2009年度版、47都道府県のタウン氏が選ぶ、注目のご当地鍋アーカイブド2010年3月28日、アットザウェイバックマシン。 歴史取りやサ味噌ソオンライン株式会社松屋公式サイト2018年12月20日閲覧県民の秘密カミングアウトバラエティ秘密の県民賞北陸新幹線開通をチャンスと捉えた日経トレンディネットスープが冷たいうちに豚バラ肉を投入日経トレンディネットビワコ食堂公式ホームページ ABC コラボ商品にも積極的あのランチパックまで 日経トレンディネット石川県観光連盟、ホット、石川旅ネットアーカイブド2012年5月5日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、県内における、地域特産料理の情報発信について2010年10月7日、石川県観光推進課。ありがとうございます。